皆さん、こんにちは。今日は皆さんと一緒に勉強するのはドです。ド、はい。今日勉強するのは疑問に使われているドですね。ドはよく使われてますね。で、普通使われているのが形容詞の形ですね。これを見てください。这里人很多。ここの人が多いです。と、形容詞、形容詞。で、今日は勉強するのは疑問言葉ですね。疑問文に使われています。はい、どのように使いますか？これを見てください。と、プラス、形容詞。と、プラス、形容詞。表すのは、程度を尋ねますね。意味はどれくらいの意味ですね。はい、例文を見てください。邮局、离这儿、多远？邮局离这儿多远？ここから郵便局がどれくらい離れてますか？多远？距離、距離を、尋ねますね。多远を使ってください。はい、次。你今年多大？あなた今年、いくつですか？おいくつですか？多大？年齢を尋ねますね。年齢を尋ねます。年齢、年齢。はい。他多高？他多高？彼の背丈はどれくらいですか？で、多高？身長？身長、あるいは高さを尋ねるときですね。はい、これ。他多重？彼女は、重量は、どれくらいですか？重さを、尋ねますね。多重、多重。で、次。这本書、多厚？这本书多厚？この本の厚さはどれくらいですか？厚さを尋ねるときに多厚、多厚を使ってください。はい、次。这条路有多长？这条路有多长？この道、この道の長さはどれくらいですか？どれくらいですか？長さを尋ねますね。長さを尋ねます。でも、ここでは、この、どうか、ようがありますね。これ全部ないですね。はい、これを見てください。よう。どの前にようをついてもよろしいです。このようを、つくときに、だと、達するの意味ですね。達するの意味です。で、ついてもつかなくても、よろしいです。で、この文の中に全部入れてもよろしいです。邮局离这儿有多远？你今年有多大？他有多高？全部 OK ですね。で、他有多重？这本书有多厚？这条路有多长？全部 OK です。なくてもあっても全部よろしいですね。はい。この疑問に使われていると、ここで終わりましたね。で、わかりますか？メバルマ。